大変だったかと思います。皆さんの頑張りで大変大きな成果を上げていただきました。本当にありがとうございます。このうち交通政策課では職員16人に言葉をかけました。新型コロナの5類移行で人の移動が活発になり、交通政策の転換が求められた今年、高松空港ではインバウンドの回復などで利用客が順調に回復しています。来年はベトナムやタイと路線を開設しようと交渉を進めていて、池田知事は忙しくなるがよろしくお願いしますと激励しました。来年ですね、いよいよ、本格的なアフターコロナで、世界的に動きが活発になると思うので、いい波に乗れるようにですね、お願い激励したいと思います。知事による年末の巡回はコロナ禍前の2019年以来で、今日は86の部署を回ったということです。